梅雨らししく蒸し暑いいい日が続いている。天気予報によると明日17日の県内は各地で真夏日となり山形市などは晴れて猛暑が見込まれるというとなると冷たい食べ物に自然と手が伸びそうだ例えばアイスなど山形市は中華そば外食への 1> 1世帯あたりの年間支出額が全国1位ということで有名だが同じ家計調査ではアイスクリームシャーベットも4位とかなり上位にあるこの調査が県内全体の傾向を示していると捉えるなら山形県民はアイス好きと言えるかもしれないアイスキャンディーガリガリくんを製造する赤木乳業埼玉県が 当たりつきやめるのをやめましたと公式サイトで周知しているとの記事が本紙にあった当たり棒が出たらもう一本と交換するサービスをコロナ対策で廃止しようとしたが続けることにしたそうだ社内外の惜しむ声を踏まえたというから顧客目線での最終決断だったのだろうここで浮かぶのは、 現行の健康保険証を来週に廃止する政府方針だ。野党が撤回を求めても廃止の主張を譲らないせめて秋にやめるのやめたでも国民の不安は和らぎそうなものだが。